アドボケートとは語源のアドボカタスから派生した言葉で日常用語としてアドボカシーと同様に用語、代弁、指示、表明、衝動なども意味するがイギリスなど英米法諸国においては法律の分野における弁護士または関連非プロフェッショナルのことを指す各国の法制度においてはこの法律用語は多少異なる意味で使用されている イングランド法をもとにした区域では、大まかに法廷弁護士や事務弁護士を指す。ただ、スコットランド、南アフリカ、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、スカンジナビア、ポーランド、南アジア、南米の国々では、アドボケートは上級弁護士のことを指している。いくつかの言語では、アドボケートを ATB とし、爵位のように法の分野での継承となる。 例えば、アルベリコジェンキリ教となる。より日常的な意味としては、常実の用語や指示、代弁、衝動、政治家からの支援、他の誰かを助けるために声を上げることなどを指す。アドボケートの団体16世紀のアドボケート。アドボケートは、エジンバラのアドボケート協会によって運営管理される。協会には、約750人の会員が所属しており、 そのうち約460人がアドボケートを実務として行っている。約75人は女王の諮問会議のメンバーである。教会は会長、副会長、会計、書記官とともに秘密投票で毎年選出されている。アドボケートはカツラ、白い蝶ネクタイ、ストラップ及びガウンを裁判所の服装として着用する。 アドボケートになるアドボケートになる家庭は悪魔と呼ばれ、教師役は悪魔の主すべての新入生はスコットランドの弁護士、すなわち法学の学士号及び法実務の卒業証書を取得し、弁護士としての資格を得るために必要な2年間の研修を終了している必要がある。それ以外の場合は他の顧問老管轄の弁護士会メンバーになる。アドボケートへ加入。 悪魔の期間の終わりの加入認可は主任悪魔の主が悪魔がアドボケートであることにふさわしく適切な人物であること及び悪魔がその分野での広範囲の仕事に関わってきたと証明されるかに依存する。書面及び口頭によるアドボカシーの多くの側面における悪魔の能力は 悪魔の機関に中に評価され、悪魔が有能でないと評価された場合、彼または彼女は団体に加盟することはでない。北欧諸国には統一された法律専門職があり、法廷で弁護する弁護士とそうでない弁護士を区別していない。アドボケートの称号で公認を得るためには、候補者は合法的な学位を持っている必要がある。認定大学で5から6年間の法学を学び、 さらに資格のあるアドボケートの講演を受けて働いており、法廷での経験も必要である。資格がある場合、候補者はアドボケートとして免許証を取得することができる。これは弁護士と呼ばれるのと同等である。スカンジナビアのすべての言語で、称号はアドボカートである。しかし、必ずしも北欧諸国すべてに同様に適用されるわけではなく、ノルウェーでは、 例えば適切な法律の学位を持っている人は、代わりに登録された法律顧問として法律を実践することができ、アドボケートの肩書きと同じ権利を持つ。英語では、北欧のアドボカートの称号は、バリスター、ローヤー、アトーニーやとローのすべて同義的に弁護士の意味で翻訳されることになる。ありがとうございます。